はい、897回始めます。3月21日になったところです。本日、3月21日は WBC、ワールドベースボールクラシック日本対、メキシコ戦ですか。朝8時からって言ってますね。準決勝でこれに勝てばもう決勝の相手はアメリカって決まってるんで、明日22日の8時から決勝ということで、まあ日本中盛り上がってますね。まあ何ヶ月、3ヶ月ぐらい前にね、ワールドカップ日本代表盛り上がりましたけど、どうだろう、それよりも盛り上がってるんじゃないかっていうぐらいね、野球人気びっくりしましたね。こんなに野球人気あるんだみたいなね、日本で。すごいですよ本当に。私はねライブでほとんど見てないんですけど、選手もね、日本代表、昔だったらね、私その代表クラスの選手なんて全員分かるぐらい野球してたんですけど、今はまあ大谷、ダルビッシュ、佐々木朗希、あと知ってたのはね、最初から知ってたのが何でしたっけ、ヤクルトの三冠男、神様、村神様、村上宗則さんぐらいじゃないかな、知ってたの。分かんないですよ、あとは。レッドソックスの吉田さんとかに知らいたのって感じですよね。もうヌートバーに至っては、名前なのこれっていう感じですよ、本当に。いや、すごい盛り上がっててね。いや、本当に。私もね、今日見たいんですけど、メキシコ戦ね、準決勝、佐々木朗希。時間がね、私ね、今、なんだ、深夜なんですけど、深夜1時から、それぐらいなんですけど、これ寝る時間なんですよ。朝6時か7時に寝たいんですよ、私は、仕事柄。明日仕事なんでね。で、がっつり1時か2時ぐらいまで寝るっていういつものパターンがあるんですけど、もろかぶりなんですよね、この試合時間。8時から、まあ、おそらく12時ぐらいまで、4時間だとして。もろ私の眠ってる時間なんでね、多分この準決勝も見ない。あとね、私みたいな人がこれ気合い入れて起きて見ちゃうと負けちゃったりするんですよ、これが。本当に今まで全部見てないから勝ってるんだってみたいなねこれ見ちゃったりなんですよ、負けるんだこれが。そのね、本当にだから皆さんにね、盛り上がってほしいし、勝ってほしいしね、私もね。だからあえて見ないと、いうことを徹しようかなと。で、明日の決勝は見れると、仕事中にチラッという感じで行こうかなと思います。はい、佐々木朗希負けないで、見せつけてやると、令和の怪物ぶりをいう感じで。で、今回、897回ですか、これね、野球つながり、 WBC つながりで、今ね、 WBC のニュースばっかりでね、普通のニュースないんですよ、本当に。 WBC のニュースばっかりで、ニュースのね、なんていうの、この喋ってる私のこのチャンネル、もう枯渇してね、しょうがないから WBC からちょっと関連あるの持ってきましたよ。今、選抜高校野球やってるんですね。WBC の裏側でっていうかね、地味に。これで、ペッパーミルパフォーマンスに審判が注意っていうことでね、高校野球の。これ結構話題になってるんですよね、今ね。何ペッパーミルって、みたいな。ペッパーミルパフォーマンスって何ってね、私なんかね、この WBC 見入ってない私からすると調べました。調べましたよ。そしたら例のヌートバー選手がやってるんですね。これメジャーでもやってるんじゃないですか。メジャーで大谷とかも、まあ、もうなんていうのかな、知ってるっていうか、流行ってるっていうかね、ペッパーミル胡椒をこす、なんていうの、する、なんていうんでしょう、胡椒をトムって言うんじゃないな、胡椒を引くか胡椒を引くパフォーマンス、このこれですね。これを、ヒット打ったりホームラン打ったりした時、粘り勝ちみたいな、粘ってヒットにした時なんかやると、ペッパーミルパフォーマンス、これをなんと選抜高校野球で高校生がやったと。しかも我が東北高校ですよ、宮城県出身、宮城県代表、東北高校の選手が、やって、審判から注意を受けたと。で、まあ、このニュース見て、WBC でもやってるし、ヌートバーとかやってるし、真似てね、高校生とか若くやるのは分かると。でもまあ審判から注意されたぐらい、よっぽどひどい、なんかふざけてやったのかなと思ったんです、私も。
それで動画を見ました。そしたら結構ね、そんな派手にやってないんですね、地味にね。これぐらいはいいんじゃないのと私は思いましたけどね、最初はね、どうかと思ったんですよ。うん、個人的にね、高校生が、派手にね、なんていうのかな、パフォーマンスで、チャラチャラして、うん、大騒ぎしてみたいなのやってんのかなと思ったら、結構地味に、うん、やってたんですよ。で、盛り上がり方もそんなにね、バカ騒ぎするわけでもなく、うん、あ、塁に出た、あ、やったみたいなね、ガッツポーズみたいなもんですよ。うん、やったら審判から注意されたと。そしたら、この東北高校の佐藤監督が、楽しんで、うん、なぜね、子供たちが楽しんで野球を大人が止めるのか、日本中が今盛り上がっているのが分かんないのかと、もう少し子供たちに野球を楽しむ方に行かなければ、高校野球を考えてほしいというようなことで、苦言を呈したと、うん、ことですね。はい。で、さらに、青山学院大学のね、駅伝の監督、うん、原監督もね、うん、ペッパーミル注意騒動に試験、いまだにこんな管理者って要はあれですね、審判のこと言ってるんでしょうけど、まあ、いるんだみたいなこと言ってますね。いまだにこんなね、審判がいるんだと、世の中個性を大事にしようって言ってるのに、うん、他者を侮蔑侮辱した行為でもないパフォーマンスに対して制限するとは不思議でならないって指摘していますね、この原監督も。まあ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 、うん、私はね、でもね、まあこの人らの言ってることもわかるけど、なんていうのかな、私はね、まあ、どっちもどっちっていうかね、審判がそんなに悪くは思わないですね。うん、まあ高校生だし、プロじゃないし、ビジネスじゃないしね、商業ベースでやってるわけじゃないし、全国の高校生が集まって、うん、強さを競ってるみたいなね、強さっていうかね、本気になってね、高校球児のなんていうか汗と涙じゃないですけど、うん、古いのかな、楽しんでっていうのがね、私はね、分かるよ、分かるんだけども、うん、雰囲気とかも大事だしね、今の、まあ、WBC 日本代表なんかうんと強い原因はね、やっぱり雰囲気がいいですよ、見てると。ムードメーカーもいるし、うん、それが強さにつながるっていうのもあるし、この東北高校負けてるんですね、この試合でね、3-1で山梨学院に。うん、これまあ初回じゃないですか、1回にこのペッパーミルが出て注意されて、シュンとして負けちゃったみたいなね、こともあると思うんで、まあまあまあ、やっぱり盛り上がるね、でそのパフォーマンスで盛り上がるっていうのも大事だと思うんだけど、私はね、やっぱりね、高校生とかね、中学生もそうですよ、まだ、まあ、学んでるような人たちにはあんまり派手な、うん、パフォーマンスっていうのはやったら、まあ、軽く注意ぐらいはありだと思いますよ。うん、ただ今回の東北高校の場合ね、地味なパフォーマンスね、控えめですよ、うん、見るからに、あれぐらいはどうなのと。うん、ただ一つ言うなれば、この動画見たらね、なんか相手のエラーで出塁したみたいな形になってるんで、エラーを喜ぶみたいなね、相手を侮蔑っていうかね、はい、エラーしてラッキーみたいな感じで受け取られかねない、普通の人だったらよかったんですけどね、ヒットとかね、ツーベースとかだったらよかったんですけど、相手のエラー絡みっぽく見えたんでね、あれでね、パフォーマンスするのはいかがなものかと私は感じましたが、まあどっちにしろ大事じゃないですよ。うん、一つ言うならね、この楽しむ、うん、のは大事だけども、そういう人もいてもいいけどね、パフォーマンスっていうのは、うん、場合によってはね、相手を傷つけるっていうかね、相手を侮辱するっていうね、バカにするっていうかね、そういうようなことにもつながるんで、まあまあまあ、今回の東北高校の件はそうは思わないわけですけども、まあ、ほどほどにっていうかね、うん、に思います。で、審判も責める気にならないし、審判も別に間違ったことしてないと思いますよ。軽く注意するぐらい当たり前。うん。あと、まあ、この監督らの言うことも、まあまあ、わからんではないけど、うん。そんなね、大騒ぎするなっていう、うん、ことですね、私からすると。一応ね、ネタ切れっていうことで、WBC つながり、ペッパーミルパフォーマンスね、これ私知らなかったんで、ちょっとしゃべってみました。
ありがとうございます。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。失礼します。